2004年のプロ野球再編問題は、日本プロ野球球団のオリックスブルーウェーブと大阪近鉄バファローズが合併を前提に協議すると発表したことを発端に議論されたプロ野球の業界再編問題である。2004年6月13日、大阪近鉄バファローズの親会社である近鉄グループの経営難により、オリックスと近鉄の合併構想が表面化した。 これに対し、労働組合、日本プロ野球選手会と野球ファンが、両球団のオーナー、経営陣に対し、あまりのことの唐突さに、猛烈な反発を見せた。さらに、パシフィックリーグの他球団でも、福岡大英ホークスの親会社だった大英が、経営危機に直面、西武ライオンズの親会社である、西武鉄道においてもグループ内での不正経理が、発生していた。 パリーグが人気のあるセントラルリーグ球団からの救済を求める中、読売ジャイアンツオーナー、渡辺恒夫をはじめとした一部球団オーナーにより、球団数を大幅に削減した8から1 9団の1リーグ制への流れが急速に進んでいった。こうした動きは、球界の独占的な支配を図っていると、一般からみなされ反発が強まる中、日本プロ野球選手会、 古田厚也選手会長は、経営陣との対話を求めようとするが、7月8日に、渡辺が、朝日新聞、西村金也編集委員の、明日、選手会と代表レベルの意見交換会があるんですけれども、古田選手会長が代表レベルだと話にならないんで、できれば、オーナー陣といずれ会いたいととの質問に対し、無礼なことを言うな。文をあきまえなきゃいかんよ。 たかが選手がと発言した。これにより、選手会とファンは、ますます合併推進派に対する反発を強め、問題は、野球界のみならず、政界、経済界、労働界までも巻き込むこととなった。第二の合併こそ、敬意のあやふやさもあって、実現を見なかったものの、オリックスと近鉄との合併は周囲をほとんど無視する、形で、一方的に決定された。 経営困難に陥った企業が、同業他社との合併に救済を求めるのは特別なことではないが、他社への身売りではなく、合併を選んだことへの野球ファンの反発が大きかった。周囲がいくら反発しても、経営の悪化が解決するわけではなく、企業努力として当然とする反論も出されたが、発表から一年も待たずに合併を推し進めようとした。 ことから、球団存続の危機感にあるファンの動向を見守る、期間が十分に与えられるとは言えないこともあり、企業努力に対しても疑問を持たれ、ファンの反発を抑えることはできなかった。選手会は、2リーグ十二球団維持を求め、翌2005年からの新規球団参入を求め、日本野球機構と数度の交渉を持ったものの、確固たる約束を得ることができず、 選手会はついに9月18日19日の2日間にわたって日本プロ野球史上初のストライキを決行した。その後行われた両者の交渉によって新規参入の確約をはじめとした合意を得ることとなった。新規参入にあっては、かねてから近鉄買収に名乗りを上げていたものの、果たせなかったライブドアとライブドア同様の IT ベンチャーであり、 ライブドアに続く2番手として名乗り出た楽天とが競う形となり IT 戦争と大きな話題となった当時の世論はこの問題の突破口を開く形を作った近鉄の救世主等の理由からライブドアを支持する意見がほとんどだったものの実際には健全な経営が行われているとみなされた楽天が加入を認められた楽天は プロ野球界では1954年の高橋、ユニオンズ以来50年ぶりとなる、新球団、東北楽天ゴールデンイーグルスを、設立した。2004年はこれらの問題のみならず、自由獲得枠選手の獲得に関わる、金銭不正受受問題で、巨人、阪神、横浜3球団のオーナー及び阪神、野崎勝義球団社長の辞任。 西武鉄道グループの不正経理問題での、西武ライオンズ、堤義明オーナーの辞任、ソフトバンクへ売却された、福岡大英ホークスを含め、翌年まで存続した11球団のうち半数の6、球団のオーナーが交代するという異常事態となった。近鉄の本拠地、大阪ドームオリックスの本拠地、神戸総合運動公園野球場、大阪近鉄バファローズの親会社である、 近畿日本鉄道は、2003年3月期連結決算では、有利子負債が1兆3000億円に達した。近鉄本社では、辻昭雄社長の下で、北勢線の三義鉄道への譲渡、東京近鉄観光バスタ二2社のクリスタルへの売却、とホテルや近鉄百貨店の負債算店舗の閉鎖、第二本土木に対する民事、再生手続き開始申請、 大阪日本歌劇団への炎上打ち切りなどの経営改善策を打ち出した中、年間40億円の赤字を抱えるプロ野球球団の保有が問題視され、東京三菱銀行などの主要取引銀行からも、再三、球団の売却を求められていた。近鉄は赤字解消策の一つとして、2004年1月31日に球団名から、 近鉄を外して命名権を売り出すという構想を発表したが、この構想は他球団からの反発を受け、2月5日に取り下げられた。旧した近鉄本社は球団の売却、生産の検討に入ったが、5月中旬、オリックス代表取締役会長で、オリックスブルーウェーブ球団オーナー、宮内義彦の強い勧めに応じ、オリックスとの合併交渉に入った。 この事実は6月13日付、日本経済新聞長官の一面記事で明るみに出て、近鉄本社と近鉄球団は同日記者会見を開き、交渉の事実を認めた。会見の中で近鉄本社の山口正樹社長は、回収の見込みがない経営資源と発言した。近鉄側の記者会見を受け、パリーグは6月17日に理事会を緊急召集した。 両球団から事実関係の説明を受けた他4球団は合併に事実上の3位を示した。一方、選手で組織する労働組合、日本プロ野球選手会は6月18日に声明を出し、議論が十分尽くされていないにもかかわらず、球団数減少やむなしとのムードが作られている。本当に近鉄の買い手はいなかったのかと危惧を明らかにした。 6月21日、合併承認への第一関門であるプロ野球実行委員会が開かれ、セリーグ6球団を含めた10球団は合併を了承した。しかし、この時点では選手に対する救済措置や保護地域をどこにするかなど未確定の部分が多く、合併に必要な手続きである承認は得られなかった。実行委員会終了後、 両球団は合併へ向けて、具体的な話し合いに入り、7月1日に行われた、パリーグ会議において、新設合併とし、新会社の出資比率は、オリックス本社80%、近鉄本社20%とする。フランチャイズは、兵庫県と大阪府を併用する。新球団が、優先的に確保できる選手は両球団合わせて28人と、する。 との案を明らかにした。しかし、翌日に行われた12球団代表者会議では、セリーグ側の同意が得られず、球団の合併や、破産時の選手級採策である支配下選手枠の臨時拡大と、新球団の日本プロフェッショナル野球組織への加盟両免除を決定したのみで終了した。特に保護地域が被る阪神タイガースは、 にフランチャイズ制に強硬に反対したが、阪神も高校野球の関係でダブル本拠地を望んでいたため、この件については矛盾が生じた。また、28人枠についても、新人選手、フリーエージェント選手、外国人選手の扱いをめぐって紛糾した。7月5日、12球団代表者会議において、両球団の新球団への保有選手は25人と、する。 新球団による大阪府と兵庫県のダブル本拠地制を暫定的に2005から2007年の3年間認める。阪神も同様に3年間両府県のダブル本拠地制を認めるとした骨子をまとめた。7月7日オーナー会議は代表者会議でまとめられた骨子を大筋で了承したが未確定の条項があるため正式承認は合併合意書への調印と 実行委員会の承認を待って、9月に開催予定の臨時オーナー会議で行うとした。8月10日、両球団は合併基本合意書に調印した。合意書には7月1日のパリーグ代表者会議で提案した内容が盛り込まれた。この時点では、球団名や本拠地球上についての明言は避けた。8月26日、近鉄本社の株主2人が、 同社の代表取締役4人を相手取り、オリックスとの合併の差し止めを求める仮処分を大阪地方裁判所に申し立てた。翌27日には、選手会側も日本プロフェッショナル野球組織を相手に、合併を行わないよう求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てた。8月31日、プロ野球実行委員会は、 訴訟の行方を見極める必要があるとして合併承認を見送った。9月3日、東京地裁はすでに近鉄とオリックスの合併は12球団の代表者会議で承認されており、特別委員会で議決に諮る事項ではないとして選手会側の申し立てを却下した。また、大阪地裁も4日、近鉄の第三者への売却は合併より、 近鉄本社に有利になる見込みはないとして、株主側の申し立てを知りけた。選手会及び株主は、これを不服として、即時広告を東京高等裁判所と大阪高等裁判所に対して行ったが、東京高裁では6日に、大阪高裁では7日に、それぞれ帰却された。9月6日、実行委員会は両球団の合併を承認した。 ただし、広島東洋カープは、合併反対のファンの声を無視できなかったと危険し、全球団賛成とはならなかった。広島に限らず、先立って行われたセリーグ理事会において、これでは、ただの九州合併であり、近鉄は、見売りした方がいいのではないか、と、オリックス、近鉄両球団、一リーグを求めるパリーグ側の対応に、不信感を持つ意見が出ていた。9月8日、 オーナー会議は合併を正式に承認した。なおこの時点で合併形式は当初予定されていた新設合併ではなく近鉄球団はオリックス球団に営業権を譲渡し解散する。近鉄本社はオリックス球団に対して第三者割当増資として20%出資する。増資後のオリックス球団の持ち株比率は オリックス本社80%、近鉄本社20%とする。近鉄本社は、近鉄球団の日本プロ野球への参加資格を、オリックス本社及び、オリックス球団に譲渡する。参加資格の二重保有は、野球協約で禁止されているため、オリックスの2個の参加資格を、統合する、に変更された。新設合併の形式を取らなかったのは、 企業としての合併の際、営業上との形式による方が税制面で有利だったためである。また、近鉄球団社長の小林哲也は、合併後の球団名は、オリックス・バファローズに内定していることを明らかにした。9月23日、選手会は、団体交渉で、主要要求条項だった、両球団合併の1年間凍結を取り下げ、合併を事実上容認した。 9月24日、オリックスは合併後の球団名をオリックスバファローズ、メインの本拠地を大阪ドームとすると正式に発表した。なお神戸総合運動公園野球場も順本拠地として使用し、全ホームゲームをほぼ半数ずつ割り当てることになった。球団事務所、合宿所はいずれも当面は引き続き、神戸市に設けることとした。 10月12日、新球団の監督には、4年ぶりの復帰となる元、オリックスブルーウェーブ監督で、近鉄バファローズの元優勝監督でもある、大木明が就任した。69歳での監督就任は、当時の史上最高齢だった。7月2日付の、スポーツ日本は、千葉ロッテマリーンズとヤクルトスワローズが、極秘裏に、合併交渉を行っていると報じた。 共に号球団が本拠地を置く首都圏の球団であることから横浜ベイスターズを含めて合併対象になるのではないかとの憶測が飛び交う中での記事だったが両球団を呼び親会社は報道を否定した7月7日のオーナー会議に26年ぶりに出席した西武ライオンズの堤義明オーナーは記者会見の席上で西武ライオンズ千葉ロッテマリーンズ 北海道日本ハムファイターズ、福岡大英ホークスの4球団間で新たな合併を模索していると発言した。これにより、近鉄、オリックス両球団合併の背後で取り沙汰されていた、1リーグ10球団構想が表面化することとなった。同日、広島の松田元オーナーは、あまりにも話が早く進みすぎる。もっと慎重にすべきだ。 あまりにも経営者サイドで物を見すぎだと思うと発言したが、翌日には、ロッテの重光明夫オーナー代行が、来期のパリーグを5球団で運営した場合、球団の赤字が5億から10億円程度増加するとの試算結果を明らかにし、1リーグ10球団化の必要性を強調するなど、第1の合併は規定路線であり、第2の合併を強力に推進するとのパリーグ核。 球団の立場は変わらなかった。しかしその後、合併の動きは沈静化し、8月31日のプロ野球実行委員会でも、第2の合併チームについての公表は行われなかった。9月8日のオーナー会議後の記者会見で、堤みが第2の合併は、ロッテと大英の2チームだったが、合意に至らなかったことを公表した。 読売ジャイアンツのパリーグ遺跡発言7月23日、巨人の渡辺オーナーは、仮にパリーグが4チームになった場合は、巨人のパリーグへの遺跡も視野に入れるという発言を行い、波紋が広がった。この件について、9月3日付の毎日新聞が、渡辺の独占インタビューを掲載した。それによると、1リーグにしてしまうと、 連盟事務局の整理も必要になってくるが、退職金引き当て分を積んでいないことを指摘し、セパを6、4で行うと、リーグ戦の運営面でも、支障をきたすことがあるため、5、5でバランスよく運営した方がいいことも視野に入れている。さらに、第2の合併問題についても触れており、渡辺オーナーは、ダイエーと、ロッテだろう。しかし、もしそれができなければ、 西部ともうどこか一チームの合併もあり得ようとしている。この発言を聞いたセリーグ側は一斉に反発したが、パリーグ側では一リーグが認められないならそれも一つの案として評価する声が多かった。選手会は巨人がどちらに行っても構わない。巨人のリーグ変更が問題ではなく、球団数削減が問題だとの立場を取った。結果的にはこの発言が、 巨人戦の収益なしでは存立し得ない、セリーグの他球団に危機感を与え、球団数削減に揺れるパリーグのみならず、球界全体へ、現状維持を望む世論を広げていく契機となった。渡辺は1993年3月29日にも、フリーエージェント制の導入をしなければ、新リーグを結成すると宣言し、西部、ダイエーとノンプロ数社の名前を挙げ、6球団で、 新リーグ構想を提唱したことがある。大英再建の影響8月10日、UFJ 銀行、三井住友銀行、水穂コーポレート銀行は、大英に対し、再建に際し産業再生機構の活用を検討する方針であることを通告した。大英本社は、バブル崩壊や阪神、淡路大震災による被害以降、経営難が表面化しており、 2001年8月末時点での連結有利子負債が大 AOMC を除いて1兆8000億円に達し、2001年2月に創業者の中内会長が退任していた。100以上の負債3店舗の閉鎖や、ローソンの三菱商事への売却、保有するリクルート株式の売却、オレンジページの JR 東日本への売却など、子会社の整理を進めていたが、 本業であるスーパーマーケットの売上高低落に歯止めがかからず再建が危ぶまれていた。また中内が力を入れていた福岡三事業の扱いをめぐっては2003年12月にドーム球場とホテルをアメリカの企業再生専門投資会社であるコロニーキャピタルへ売却することが決定していた。大英球団については 日本プロフェッショナル野球協約第27条の外国法人の参加禁止第28条の非日本国籍者の球団持ち株比率を49%以内に制限の規定から大英本社が引き続き保有することを宣言していたがこの過程で大英本社の高木国夫社長と球団の中内正しオーナー高塚武氏球団社長との間で確執が生じ 2004年4月には、高塚が事実上の失脚に追い込まれるなど、混乱が続いていた。大英の第2位の合併計画が頓挫したのは、球団の運営については、コロニー側に通知する必要があり、30年間は、大英が福岡ドームを使用していかなければならないという契約を結んでいたためであり、この契約を違反した場合には、900億円の損害賠償が、 コロニーに対して生じることになることが要因とされた。大英本社再建には産業再生機構の活用が不可欠と判断した。大英のメインバンク産業は8月27日、高木社長と会談を持ったが、高木は自主再建を主張し、物別れに終わった。大英本社が特殊会社である産業再生機構参加に入れば、大英球団の存続が問題とされた。 産業再生担当国務大臣の金子和義は8月31日、休暇再編と大英本社再建とは趣旨が違うと前置きした上で国営ホークスになることはないと産業再生機構が間接的に大英球団を保有することに否定的な見解を述べた。大英本社は9月3日銀行産業に対しゴールドマンサックスドイツ証券の証券2社と サーベラス、リップルウッドの企業再生投資ファンド2社が、自主再建のスポンサーを申し出ていることを明らかにした。しかし、アメリカの企業である、ゴールドマンサックスやサーベラス、リップルウッド、ドイツ企業のドイツ証券が、大英本社の大株主になれば、協約第27条に抵触する恐れがあり、大英球団の将来に影を落とすことになった。大英本社は、 再建策について、産業再生機構入りせずに、民間レベルでの経営再建を目指すことを主張した。メインバンク側は、機構を利用しない場合は、資金援助を取り付けないと強行姿勢を打ち出し、10月13日に、銀行各社の説得に応じる形で、機構入りを正式決定した。結果的には、大英本社が強行姿勢を取り続けたことにより、進みかけていた。 第2の合併が時間切れとなり、1リーグ制以降が挫折した。7月10日、選手会は臨時大会を招集し、近鉄、オリックス両球団合併について、近鉄球団に対し、オリックス球団との合併交渉を1年間凍結し、その間、両球団の合併が野球界にとって、最良の選択か否かを討議するよう求める。 その間に、日本プロフェッショナル野球組織に対し、近鉄球団が球団名へのネーミングライツを導入することを許可するよう求める。合併承認に至る手続きとして、協約第19条に定める特別委員会の招集を求める。特別委員会の招集がないまま合併が決定されるようであれば、コミッショナーへの提訴などの法的手段を講じる。あらゆる手段を尽くしても、 来シーズンからの合併が強行されようとした場合、ストライキ健行使もあり得る。ただしストライキ実施にあたっては、ファンへの配慮を十分に行う。の4点を決議するとともに、球団経営の改善策として、選手を含めた球界が検討するべき事柄として、アメリカのメジャーリーグが導入している、ラグジュアリータックス導入工学年俸選手を、 対象とする年俸減額制限の緩和プロ野球ドラフト会議の完全ウェーバーカフリーエージェント選手の遺跡にかかる保証金の廃止新規参入球団に課せられる加盟金の金額の見直しテレビ放映権のコミッショナー一括管理などを提案した。また、この日より始まったオールスターゲームより選手たちは12球団のチームカラーで編んだミサンガを装着して 両球団の早急な合併と議論を尽くさないままの1リーグ化反対の意思表示をして、この未参加は一般販売された。なお、オールスターでは12球団のファンが事前に集まり、合同で応援することが慣例となっていたが、第一戦では球界を破壊しようとしている人物がオーナーを務める球団だからという理由で、巨人の応援団は排除され、巨人の選手に対して、 球団選手のの応応援援歌ががが流流れれるととボイコットのよううな現象が発生したたいう憶測が流れたこれは、第一戦が行われた名古屋ドームでは、巨人の応援団が当時、そもそも応援活動を行っていなかったため、やむを得ずそのような応援方法を取ったと推測される。第二戦では、巨人の選手に対し通常通り応援が、 行われていたことからも、意図的な締め出しやボイコットではなかったことが伺える。同年のフレッシュオールスターゲームでは、優秀選手賞を獲得した巨人の違和感覚に、対して、地獄に落ちろジャイアンツ、地獄に落ちろ鍋ベツなど、心ないヤジが飛んだ。7月16日、近鉄選手会は、合併反対の署名募集運動を開始した。 初日となったこの日の大阪ドーム前には、中村範博ら主力選手を筆頭に位置、軍選手全員が集まり、ファンの支援を訴えた。7月23日、中日選手会が参加したことで、運動は当事者に球団外にも広がり、7月29日には、オーナーとの関係で動向が注目されていた、巨人選手会も加わった。8月5日には、 広島選手会が参加し、12球団選手会すべてが足並みを揃えた。8月12日、選手会はストケンを確立した。同日までの開票で、組合員752人中、賛成648、反対7、無効扱い6という結果だった。9月5日、近鉄選手会の磯部光一選手会長は、試合前にミーティングをし、 最後まで戦う姿勢でいたいという意思統一を行いましたとして選手会主導による無期限のストライキ発動を提案した。翌6日に神戸市で選手会の会合が行われ8日に開かれるオーナー会議の内容によっては11.12日の公式戦で選手会主導のストライキを実施することが決定された。 このオーナー会議の結果を受けて9月9.10日の両日大阪市内にて日本野球機構球団側と選手会との労使交渉が行われた。この席で以下の暫定合意点に申し合わせが行われ、これにより9月11.12日に選手会が予定したストライキはひとまず回避された。しかし交渉終了後に よっての瀬戸山隆造球団代表が、近鉄とオリックスの合併は覆らないと、交渉は形式だけだったとも受け取れる発言し、古田選手会長が記者会見を退席する際、瀬戸山代表から求められた握手を拒否した。9月16.17日、改めて球団側と選手会の団体交渉が東京で行われた。 選手会は近鉄、オリックス両球団の合併の1年間凍結、あるいは夏季工術のライブドアや楽天からの申請による2005年度シーズンからの加盟などを求めて話し合いを行ったが、球団側の合併凍結は行わない。加盟申請の審査には時間がかかるなどの姿勢は変わらず、交渉は難航した。17日の17時までだった。 交渉期限を2時間延長しても合意には至らず、結果的に同日20時半頃交渉が決裂し、選手会、球団側の双方は21時10分頃より、会見を行い選手会側は18.19日のストライキ決行を発表した。ストライキ発表後、古田敦也は各キー局の深夜のニュース番組に生出演し、その経緯などを説明した。 最後になった、フジテレビのスポルト。では、視聴者から、古田の決断に賛同するファクシミリが多く寄せられ、古田の体調を気遣う内容も多くあり、古田は、歓喜はあまり思わず、涙を流した。公式戦ストライキは、プロ野球70年の歴史で、初めてとなった。この2試合は、全球団試合を中止することになった。2004年8月23日、 特別委員会開催を拒否された選手会から24日に特別委員会開催の指令を要求されたネゴロやスチカコミッショナーは実行委員会の意見は選手契約に関することではないと解釈したと話し指令する意思のないことを示した9月16日事態打開のためネゴロが新規参入などに関する提案書と見解を明らかにしたまた 提案について説明し、コミッショナーにはストライキをやめろとか、合併をやめろと言える権限はない。しかし見るに見かねて、意見を提案したと述べた。審査委員会や有識者会議の新設については、球団の新規加入や、球界の諸問題は、仲間内で話し合っていると見られがちなので、外部の意見を取り入れた方がいいと判断したとした。 コミッショナーの見解用紙何ら権限のないことを認めざるを得ないが、現下のプロ野球の未曾有の混乱を見るとき何らかの提案をし、その収束を図るべきものと考えた。当然事故の進退を含んで考慮した結果である。改革は三位一体、すなわち球団側、選手側、野球機構が一体となって取り組むべきことであり、選手の協力なくして成就するものでないから、 あえてこの時期に、その協力を得る意味で提示したものである。一億総残下の立場から、より良き制度運営を求めて、改善を図るべきで、今すっとに突入することがあれば、球団が、さらに疲弊し、ついには解散、倒産に至ることもあり得るだろう。一層の自重を求めるものである。コミッショナーの、提案用指針期加入球団審査委員会の設置、法律、経済、 経営などの専門家、プロ野球 OB など7人程度で構成し、新規加入を申請している球団について、その過否を審査する。プロ野球有識者会議の設置プロ野球のみならず、法律、経済、経営全般に通じた有識者によって構成し、リーグ、国際交流試合、加盟量、プロアマのあり方、選手 OB の再就職先確保、協約の抜本的改正、 ドラフト制度、FA 制度などを検討する。加盟料から当面、加盟料は預かり金として日本野球機構が保管。その金額は当該球団が10年以内にプロ野球から撤退することがあった場合、所属選手の1年分相当の参加報酬額の合算額とする。9月17日、ネゴは選手会によるスト結構の結論を受けて、 G を表明したが、9月29日に行われた、臨時オーナー会議で、公認コミッショナー決定まで留任することになった。2005年になっても、公認のコミッショナーは決まらず、結局寝ごろは G を撤回し、公認が固まったのは3年後の2008年になってからだった。2004年6月29日のテレビ東京のニュース番組、ワールドビジネスサテライトは、 インターネット関連企業のライブドアが近鉄の買収を近鉄本社に申し入れると報じ、翌30日にライブドアは記者会見で報道内容を認めた。しかし近鉄、オリックス双方はすでに断っており、今後も申し入れは拒否すると表明した。特にライブドアに近鉄買収を持ちかけたとされる人物が選手会の関係者であるとライブドアが 明らかにしたことから、オリックスの区内オーナーは古田及び日本プロ、野球選手会を非難した。7月4日、ライブドア、堀江社長、大阪ドームで観戦。予想以上の抵抗にあった、ライブドアは、近鉄を買収できない場合は新球団を設立して、参加する方針を固め、8月19日に発表した。この時点では、新球団は、大阪府を、 保護地域都市、専用球場は大阪ドーム、球団名はバファローズの名を取得できる、要交渉するなどの構想が掲げられていた。8月22日にライブドアは、広島の松田オーナーに対して挨拶状を送り、プロ野球参入時の協力などを要請した。これに対し、松田は、好意的な姿勢を示した。また、阪神の熊俊二郎オーナーも、 私で良ければ応じたい。10年は持ちこたえる覚悟があるか聞きたいと、ライブドア社長、堀江貴文との会談に前向きな姿勢を見せた。9月8日のオーナー会議で、近鉄、オリックス領球団の合併が承認されたことで、ライブドアは近鉄の買収を断念した。9月16日、新しいプランの下で正式に参加申請を行った。堀江は記者会見で、 運営会社、ライブドアベースボールを設立したこと、保護地域を宮城県専用球場を宮城球場としたことを発表した。9月21日の実行委員会では、申請の受理から30日以内に審査結果をライブドア側に通知する方針を確認した。監督は、当時阪神中米スカウトだったトーマス・オマリーとすると発表した。10月26日、 インターネットで行ったアンケート結果を受け、チーム名を仙台ライブドアフェニックスにすると発表した。9月15日、日本国内最大手のインターネットのショッピングモール、楽天市場を運営する楽天が、プロ野球への参入を検討していることを公式に表明した。本拠地は、創業者の三木谷博史社長の出身地である、兵庫県におき、 ヤフービービースタジアムをフランチャイズにすること。地方主催は、岡山県倉敷市の倉敷マスカットスタジアムなどを用いること。球団経営は、近鉄とオリックスの合併を白紙に戻し、楽天が近鉄を買収した上で、大阪楽天バファローズを設立するか、近鉄、オリックス両球団の合併後発足する申請。オリックスの保有枠から、 漏れた選手らを中心とする別の新球団を結成することなどを具体的に挙げた。9月18日には、長野市の鷲沢昭一市長に、楽天から長野オリンピックスタジアムを本拠地にすることについての打診があったことが判明した。これを受けて、鷲沢や長野県の田中康夫知事は、楽天側からの希望があれば支援したいと表明している。打診内容は、 本拠地か、もしくは、年間数カードを開催する、準本拠地としてのものだったとされる。22日には、鷲沢市長と田中知事が、長野市役所内で協議し、県と市が協力して、誘致活動を行っていく方針を確認した。一方20日には、三木谷が、当時の太田夫妻大阪府知事と会談し、大阪ドームが、 本拠地候補の想定内であること、大田知事も条件面でできる限りのバックアップをしたいと応じたことが明らかになった。だが、大阪、兵庫は、阪神と、オリックス、近鉄の合併により誕生する新球団が保護地域としていることがネックとなり、大阪ドーム及びヤフー b ビ b ービーを本拠地として申請することを断念した。三木谷は後に、進行の悪くないから、 直々に遠慮するよう指示されたことを明かしている。そして、三木谷は22日、先に、プロ野球への加入申請を行った、ライブドアが、本拠地として申請している、宮城球場を、本拠地として、楽天野球団として、24日に加盟申請を、行うことを表明した。同時に、長野も素晴らしいスタジアムを持っている。 年間10から15試合できればいいかなと思っている、として、長野オリンピックスタジアムでも、定期的な試合開催を検討していることを明らかに、した。また、仙台を本拠地とできなかった場合、長野を本拠地とする可能性については、それはないとしながらも、地元の人たちが、どう盛り上がるかにかかっていると、準本拠地化については、前向きな姿勢であることを示した。 この楽天の計画について、和志沢市長は、素晴らしく名誉な話。ぜひと思うと述べ、歓迎への意向を再度表明した。しかし、その後楽天は、東北地方全域を中心とした球団作りに、方針を転換したため、長野を、順本拠地とする構想は事実上消滅した。10月5日、楽天は、新規参入が認められた場合のゼネラルマネージャーとして、 スポーツ評論家のマーティキーナートを招聘したと発表し記者会見を行った。また10月13日には野球解説者の田尾康氏が監督に就任することを発表した。10月22日チーム名を東北楽天ゴールデンイーグルスに決定した。三木谷社長曰く犬足は東北六県すべてに生息しており優雅に飛んで狙った獲物を外さない。 いい名前だと思う。長いので、楽天イーグルスと呼んでもらいたい。11月2日、オーナー会議で参入が正式に承認された。企業の経営体質や将来へ向けた、経営の安定性が認められてのプロ、野球参入決定となった。10月6日、東京で、楽天、ライブドアに対する第一回公開審査会が開かれた。ヒアリングは審査の公正さ。 透明さを明確にするため、一般の会場への立ち入りを規制し、別室のモニターテレビを準備する形が取られた。公開審査会では両者に対し、本拠地となる宮城球場の老朽化や増改築などの問題に関しての改修対応、監督、フロント体制、経営面の資金調達などの質疑応答が行われた。楽天側は段階的に増改築を施し、 2005年開幕時には2万3000人収容で暫定オープンし将来的には3万人規模に拡大させる一方のライブドアは2005年のシーズン途中を目途に改修工事を完了させ3万人収容でオープンさせるとそれぞれ提案した改修工事費用についてはそれぞれ親会社が負担し楽天は32億円程度 ライブドアは20から30億円程度の予算を要するとした。10月14日に第2回の審査会が行われ、財政面での審議を行った。その中でアダルトサイトの扱いに関して討議され、ライブドアは、サイトは道路や広場を提供しているので、何をしているかは監視できないとし、一方の楽天は、本人確認はクレジットカードなど、 年齢確認が明確なものを使って厳正にやっており、青少年には利用できないようにしていると説明した。静岡県の新球団構想8月23日、東京都内のスタジオで収録された BS 朝日の番組で、元阪神監督で当時シダックス野球部の監督を務めていた野村克也が合併によってチームが減るのであれば、 シダックスが参加した方がいいのではないかという発言をした。番組は野村監督と竹中平蔵金融財政担当大臣との対談で行われ、静岡市の静岡県草薙球場を本拠地、浜松市の浜松球場を準本拠地とし、野村監督がアマチュアから引き続いて指揮を取ることなどを提案している。だが、 シダックス野球部は2006年シーズンを最後に廃部となり、その後も新球団構想は具体化に立っていない。野村は後に楽天の監督に就任することになる。新潟県と金沢市の新球団構想2004年10月5日、新潟県の企業からが中心となって、新潟に県民球団を作る会準備委員会が設立された。 2008年春に完成予定であった新潟県縦の球場の完成に合わせ新球団新潟アルビレックスを結成し2007年秋に加盟申請を行うことを目標に活動するというもので委員会はサッカー J リーグのアルビレックスに新潟社長を中心として設立され新潟商工会議所の関係者など県内の在界関係者らが発起人として名を連ねた 2004年に石川県金沢市にプロ野球球団の誘致、ドーム球場の建設を目指す市民団体、金沢に来ますし、プロ野球の会が設立された。同団体は、金沢市に3万5千人収容のドーム球場、100万国、ドリームドームの建設や、プロ球団の誘致、新球団設立を目標とし、二宮清純らが設立した。 野球の未来を作る会とも連携する方針を打ち出していた。その後、新潟の作る会は、球界再編の動きが収束したことを受け、方針を当初のプロ野球球団の創設から、独立リーグの創設に転換し、金沢カモンズと合流して、検討作業を進め、2006年春に独立リーグの創設構想を公表した。2006年秋に、 北新越ベースボールチャレンジリーグが設立されたことで、同リーグ参加の球団として、新潟県を本拠とする、新潟アルビレックスベースボールクラブと、石川県を本拠とする、石川ミリオンスターズがそれぞれ設立され、さらに、長野県と富山県を含めた計4球団によって、翌2007年から公式戦を行っている。松山市の新球団構想2004年12月に、 プロ野球球団の誘致を目指すため、松山市内の企業経営者ら31人で、市民団体、ボッチャンスタジアムを、プロ野球の本拠地にする会が、愛媛県松山市に発足した。その後、松山の新球団構想も、独立リーグの発足に、方針転換され、2005年に発足した独立リーグ、四国アイランドリーグの愛媛マンダリンパイレーツとして、実現した。 大阪市の新球団構想大阪日日新聞の2005年2月1日付記事において大阪市に本店を置き MK グループの青木貞夫会長が代表理事会長を務める近畿産業信用組合が中心となり市民球団を結成してプロ野球新規参入を目指す計画が明らかにされた。審査では球団の設立運営に関して 必要となる金額の具体的調査を独自に実施し、球団設立に再し新規参入のための預かり、保証金や選手の年俸などで100億円程度の資金が必要と試算した。これに基づいて市民や企業などからスポンサー資金を募り、入場料収入などと合わせて年間収入は54億円程度を見込むというものであった。また大阪ドームを 専用球場とし、近鉄最後の監督となった、梨田正隆を監督として起用する案など、球団運営に関する具体的な構想も盛り込んでいた。翌2月2日、近畿産業新素は戦術の市民スポンサー制度に、加え、法人企業サポーター制度として、各選手を、主として、 関西圏のスポンサー企業と契約を結んで、企業は契約している選手をコマーシャルに起用できるようにするという試みを取り入れることを明らかにした。会見の席上、青木会長は現在30社程度から協賛を得ていると説明したが、同心素は法律上兼業を禁じられていることから、 筆頭株主としての運営はせず、業務順位益から5%程度を協賛金として出資する程度に止めるとした。2006年2月16日、当時大阪ドームの運営管理を行っていた第3セクター、大阪シティドームの経営再建問題の過中、同ド,ドームの施設と営業権を対象として行われた入札に MK グループの大阪 MK が、 最低入札価格の100億円で応札した。計画書には、MK グループが共同出資者を募って大阪ドームを買収し、前述の市民球団構想を数年後に実現させることなどが記されていたが、2月22日に、関西人は、MK の応札内容は不確実性が高いと判断して落札を見送った。その後、関在人は、大阪市、 オリックス球団と協議した結果、オリックスグループが、ドームの施設を不動産として取得し、シティドーム社の経営も、オリックスを中心に、近畿の財界各社の出資によって引き継ぐこととなり、会社更生手続きは2007年1月に集結した。当時、この MK グループの市民球団計画に関しては、企業の関心がどれだけ高まるか、また、オリックスバファローズが当時、 神戸市との二重本拠地を解消する予定の2008年度以後も大阪ドームを本拠球場とした意向を持っていたことからそれらの課題をいかに解決していくか疑問視する声も上がっていた結局 MK グループ側が前述の大阪ドームの落札見送りを受け再度入札が行われたとしても応札しない方針を表明したことから この一連の市民球団構想は事実上立ち着けとなったが、その後2009年2月、同年設立された関西独立リーグに関し、市民球団設立を願う視点からこの趣旨、目的に賛同するとして、同リーグに協賛する方針を明らかにした。この日の実行委員会で以下の決定がなされた。東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地、宮城球場11月8日。 大阪市内でオリックスと楽天の選手分配ドラフトが行われた。このドラフトではまずオリックスが提示したオリックス旧近鉄から選抜されたプロテクト選手25人並びにフリーエージェントを行使した選手、外国人選手、入団2年目までの選手を除く全選手の中からまず20人を楽天が選抜した。以降は 入団2年目までの選手を加えて、オリックス楽天の順で、それぞれ20人ずつの選手を選抜し、指名されずに最後に残った選手はオリックスに配分される。オリックスに配分された、近鉄選手はオリックスへのトレード、オリックス選手は契約を公開するという手続きを取った。結果オリックスバファローズ東北楽天ゴールデンイーグルス補足。 小泉純一郎内閣総理大臣は6月15日、期待と心配の両方がある。セパ両リーグ一緒に試合してもらいたいし、球団削減で、ファンが心配しているのではないかとも思うと述べた。8月4日、民主党を中心とする国会議員35人は請求な一、リーグ制以降の阻止と、第三者競技機関の設置を目指す、日本プロ野球のさらなる飛躍。 発展とスポーツ文化振興による地域活性化を推進する会を設立。自由民主党の国会議員16人も同日にリーグ制を守りプロ野球の発展を図る議員連盟を設立した。自民党では大阪府議会議員団が府議全員で構成する大阪を本拠地とするプロ野球球団の存続を求める議員連盟を発足させ、 8月5日に第1回総会を開いた。日本経済団体連合会の奥田博士会長は6月14日の会見で1リーグ8球団体制の方が合理的で内容もしっかりすると1リーグ制に理解を示した。また9月13日には新しいセンスがありベンチャーで成功した人がアメリカのようにオーナーになってもいい。 協約を直せばいいだけの話と話し、プロ野球には改革が必要という認識を示した。全国銀行協会の西川義文会長は6月22日の会見で、球団数やリーグ数についてのコメントこそ控えたものの、合併だけで、プロ野球界全体の問題あるいは球団経営の問題が解決するわけではないと、プロ野球界の根本的な構造改革の 必要性を示唆した。また、オールスターゲームのスポンサーだった、山陽電機の井上里市会長は7月16日、オールスターは、瀬とパでやるから面白いと述べ、1リーグに移行した場合、オールスターゲームの代替案として取り沙汰されている、東西対抗戦案を、スポンサーをする気にはなれないと批判した。 日本銀行の福井敏彦総裁は9月9日の会見で選手会のストライキ決議への一定の理解を示し参入を制限しないでほしいとの見解を示した。JR 東海の笠井隆行会長は1リーグにして少ないパイを分け合おうというのは一つの自然な流れだと思うとしながらも今の球団サイドと選手会の対立は ちょうど我々が国労とやった時の状況と似ている気がしますね。ただし、単に1リーグにしただけでは、縮小再生産の無限軌道に入って、チーム数をさらに減らす事態になりかねないとの見解を示した。日本国外では、ヨーロッパのイタリアの野球セリエ A や、ドイツの野球ブンデスリーが等に、一部二部制度が導入されている。 JR 東日本の松田正武会長によると、JR 東日本にもこの時、数十億円で、球団買収の話があったという。松田は真剣に検討したが、スワローズの愛称だけでも取り戻したかったのですが、結局ダメでしたと述べている。労働会では、7月9日に、日本労働組合総連合会の笹森、清会長が、 選手会と会談したいとの意向を表明した。前日の7月8日、古田は球団経営陣に話し合いを呼びかけた。ただし、会いたいと言ったわけではなく、報道陣に直接オーナー側と会った方がいいのではないかと聞かれて、できればそうしたいんですけど、機会を設けてくれないでしょうと述べたに止まっていた。 古田の発言は正しく伝えられず、朝日新聞の西村金谷編集委員が渡辺への囲み取材で、明日、選手会と代表レベルの意見交換会があるんですけれども、古田選手会長が代表レベルだと話にならないんで、できれば、オーナー人といずれ会いたいとと質問を投げかけたことで、渡辺は、無礼なことを言うな。文をあきまえなきゃいかんよ。たかが選手がと返答した。 古田は西村が渡辺に代弁した、球団代表レベルだと話にならないとの言葉について、全面的に発言を否定している。渡辺の発言を受けて、連合の笹森会長は、いかなる企業の経営者であっても話し合いを拒否するのは、許されず、怒りを禁じ得ないと渡辺を非難した。古田と笹森会長の会談は8月12日に行われ、 その後のスト権確率、スト条件、スト実施法、損害賠償請求といった法的問題を解決していく上で重要な役割を果たしたとされる。全国労働組合総連合は7月27日、日本プロ野球選手会の松原徹事務局長との懇談及び意見交換を行った上で、翌28日の定期大会において、選手会の署名運動への協力、 渡辺による選手の人格無視、選手への人権侵害発言の撤回要求、読売新聞に対する抗議運動の具体化を提案した。再編問題を報道したマスコミは、世論調査などでの選手会への高い支持などから、概ね選手会に好意的な報道が目立った。明確に経営者側に立ったのは、自前の球団を持ち、渡辺が、 代表取締役主筆を務める、読売新聞グループの読売新聞と、系列の放置新聞、日本テレビなどと、かつて、アトムズとして、球団を保有し、以降も、ヤクルト球団への出資を続けている、富士山系グループの有刊富士だけだった。系列グループの TBS が横浜ベイスターズを、保有している毎日新聞は、ストライキは、 日本野球機構の怠慢であると厳しく断じている。読売新聞は選手会によるストライキ前後に社説や合併した両球団の元監督だった一方でストライキに対しては批判的だった西本幸男のコメントを掲載した。勇敢富士に至っては特に編集委員の江尻義文がストライキに踏み込んだ選手会や 古田会長らを強烈に批判した。その後も、選手会の動きがあるたびに、エジリは、選手会は無能の集まりという胸の批判を繰り返していたが、エジリの批判は、自身の古田に対する、個人的な嫌悪感情も含まれていたため、古田が、選手会長を退任して、以降は、批判が減少している。その一方で、勇敢富士の母体である、 産経新聞は、勇敢富士とは逆に、選手会支持経営者批判をし、9月22日の社説、主張の、プロ野球再編オーナーが決断するときだの中では、スト結構について、読売新聞の社説は、ファン裏切る、奥万長者のストとの見出しで、選手会を激しく非難した。非難されるべきは、選手会の主張に耳を貸さず、当初は、 話し合いのテーブルにもつかなかった経営者側にあるのではないかとの文章で読売社説の批判もした。また自前の球団を持つ TBS はストライキを積極的に支持はしなかったが選手会の批判も避けた。同じく球団を持つ中日新聞もストライキの支持の表明はなかったものの選手会に対する経営側の姿勢については ファンの目にもキーに移ると批判的な社説を展開した。代わりに、中日スポーツの読者欄では、ストライキに反対する投稿を多く採用した。このほか日本経済新聞は、リアルタイムでの選手会批判はさほど行わなかったが、翌2005年発行の日本経済新聞社編、球界再編は終わらないで、球団合併を高く評価し、1リーグ8球団制にも、 好意的な内容だった。著者が会社名義であることから事実上者による経営者支持表明だった。その再編問題の発端である、関西地区では合併騒動に関しては大々的に取り上げるものの、同じく地元球団の阪神、熊オーナーはもともと一リーグ制を支持していたため、こういう時に限って巨人の肩を持つという批判も受けた。後に、 星野らの説得を受けて、二リーグ制維持を、球団の方針とした。毎日放送や、読売テレビなど一部のマスコミではほとんどこの、問題には触れなかった。また、関西の著名人の合併問題への関心、反応も薄く、近鉄パールズ時代からのバファローズファンを公言していた、俳優の藤田誠が、プロ野球ファン引退宣言を行い、ハイヒールももこ、 高山智博らが、有志が行っていた存続を求める署名活動に参加した程度だった。大阪府の大田知事は、財界の講演を支持基盤の一つにしていたことなどから、ほとんど経営者側に配慮した日寄り的姿勢に終始した。ありがとうございます。